はい、そして最後のゾンビくんがこちらです。ドドーン。これが5体目のゾンビくんですね。ウエスタンハットをかぶって西部劇に出てきそうな、はい、こんな感じの、馬車ならぬ牛がこういて、かっこいいですね。そしてまた読めませんが平原なんちゃら、パッケージは一緒で、こっち横が一緒、そしてこっちの横が、はい、西部劇に出てきそうなゾンビたちが2匹と牛くんと、なんでこれカラコンかぶってるのかわかんないですけど、これが5体目のゾンビになるので開封していきます。裏はですね、はい、いつもと同様こんな感じでこうなります。それでは変形させて開封していきます。はい、ゾンビがやってきたシリーズもこれが最後のよいしょキャラクターです。はい、焼けますよ、よっ、はい、じゃんじゃじゃん、はい、おー、また全然違いますね。これなんか、世界的なコンセプトが面白いですね。西部劇だったり宇宙だったり海賊だったり子供が好きそうな、はい、キャラクターばっかりだな。また同様に説明書のこの欄が違いますね。キャラクター、そして変形の仕方と、はい、あとは合体の仕方も載ってますね。はい。まあ今までの説明書をよいしょ。集めてくるとこんな感じでいろいろこうキャラクターがどん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 映って、これ見てるだけでも楽しいですね。あ、ここにアフロもいましたね。取り出しました。こんな感じですね。牛くんのゾンビです。いいですね、かなり。これは色味はシンプルで、かなり、そうだな。ちょっと他のに比べると、まあ、カラフルではないですね。ただ、今回のこのゾンビくん、帽子かぶってたり、あとこのゾンビの色分けはすごい綺麗ですね。あとこれちょっとだけ、よいしょ。こうやって動きますね、ゾンビくん。あとは、まあ西部劇に出てきそうな馬車、馬ではないな、牛のこういうので、ここもあっと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 殺走行できますね。ああ、男は黙って殺走行ですね、これは。綺麗にこうよいしょよいしょ。ここの可動がちょっと緩くて、そうだな、この馬車自体が重いので、この自立するっていうのがこうクシャーってなっちゃいますね、このクシャーと。ただまあそんなに気にはならないかな。こうやってぐーっと、そうですね、かっこいいですね、これも。こんな感じかな。ではこれをちょっと変形させるんですけど、牛になるのかな、これちょっと楽しみですね。はい、さっ
き、パッケージから取り出した状態ではなく、これが、馬車モードっていうのかな、うん、なんかエリアみたいなモードになってますね。こういう、うん、かっこいい。そしてさっきふにゃふにゃって言ってたんですけど、ここがちゃんとロックされるので、うん、しっかりこうふにゃーとはならず、かっちりしてますね、これ。うん、カチッと決まります。これも走行、まあデコボコ走行っていうんですかね、この走行がしっかりできるようになってます。さあこれを変形させていきましょう。まずこの虫の尻尾になるところですかね、これをこう展開します。ここがクッとこう開きます。でこの横の部分を反対側も、まあ、グッと、そうするとここがロックになってて、カシッと決まります。続いて足ですね。ちょっと見えやすいように。足が、これがスライドになってて、グッとこう押してあげると上に来ます。でこれまたカチッとロックします、ここで。これを、よいしょ。こうやって、よいしょ。これ4つ全部スライドして、カチッと。スライドして、カチッと。これも、よいしょ。スライドして、カチッとします。よいしょ。カチッとしました。はい。いやー本当に取り方って難しいなー。オタファさんすげーなー、これや。どうやって取ってんだろう。はい。これでよいしょ。よいしょ。4つできました。で足の位置をまあ多少こう調節して。あげるんですけど、まあこれは後でもできますね。まず足がこう出てきました。4つ。はい。うん。次はこの、お腹の部分を変形させます。はい。ここがですね、分割線になっていて、よいしょ。こう。よいしょ。これでスライドします。こうグッと、そしてさらにここがスライドしてこうクッと中に入るんですよね。よっ、これがこうスライドしてこっちに入るんです。これまた複雑な作りですよね。変わってますよね、これ。よいしょ。そしてここでまた、よいしょ、カチッと入ります、ここが。かっこいいなこれ。すごい作りだな。でここがスライドして、はい、パチッと決まります。かっこいいですね。そしてあと足の位置を、ちょっと微調整して、反対側もよいしょ、こっちからの方がいいかな、こうしてよいしょ、でこうすると、あー足出てきました。はい、まあこんな感じですね。はい。そして最後に、ここから、下から頭を出していくと、いてててて、よいしょ。はい。これで頭が、顔が出てきたんで、
この角をグッと稼働します。これすごいですね。ここもグッと、でこの角を立てると、はい、完成しました。牛くんのゾンビです。どうですか、かなりこれもボリュームありますね。いや、剣形がすごい変わってましたね、これも。スライドさせたり、この牛のギミックがあったり、顔がしっかりこう隠れてグッと出てくるところ、そんなに難しくもなくて、気持ちのいい変形ですね。そしてゾンビくんがちょっと動くので表情がつけれます。かっこいいですね、この牛も。まあ大きな目玉が特徴ですね。これも足になるのかな。はい、今日は5番目のゾンビくん紹介しました。これもボリュームがあってすごいかっこよかったですね。この牛くんとゾンビ、まさかね、このここも稼働するとは。かわいい牛ちゃんと、はい、ゾンビくんでした。またこのね、キャラクターもかなり特徴のある西部劇に出てきそうなゾンビくんでしたけど、これもですね、合体がまた楽しみですね。ではまた紹介していきたいと思います。せばねー。